こんにちは、リンシグマブラックベルトのマイクネガミです。先日同僚に、リンシグマって何に使うの？と聞かれて、この動画のテーマにちょうどいいと思い、それにしました。皆さんも質問等ありましたら、下のコメント欄に書いていただけたらと思います。リンシグマは何をするかというと、率直に言ってプロセスを改善します、または全く新しいプロセスを作るときに使います。ここで一つ日本語の問題に気づきました。英語のプロセスに該当する日本語がないのです。最初は工程だと思ったけど、これだと物を作る時の作業に限定しやすいですね。英語のプロセスは会社内の全ての作業を含みます。じゃあ作業かなと思ったけど、一連の流れというニュアンスが出てこない。今までプロセスを工程と訳されてきたと思うんですが、このせいで日本人はシックスシグマを非製造業で使うという発想が出てこなかったのかもしれませんね。ここでカタカナ言葉のプロセスのままで会社内の全ての作業工程に対して表すのに使いましょう。プロセスは日常業務とも言います。日常業務でリンシグマを部分的にも使えますが、リンシグマ活動はプロジェクトになります。またカタカナ言葉ですみません。そう言うとプロジェクト、あ、私は一般職員だから関係ないとは思わないでください。僕は PMP というプロジェクトマネージャーの資格も持っているんですが、その教科書にはプロジェクトとは始まりがあって終わりのある活動だと書いています。それに従うと、日常業務は毎日の繰り返し作業なので終わりがないですね。ですからプロジェクトじゃないです。もし皆さんが日常業務の作業しか全くしてなかったら、プロジェクトとは無関係ですが、もしその合間に例えば上司から臨時の仕事を頼まれたら、それはプロジェクトになります。また自分の作業をより良くしようと思って合間を見て試行錯誤して自分のやり方を改善したら、プロセス改善プロジェクトをしたことになります。そう考えると、私たちは常日頃多くのプロジェクトをこなしています。その全てのプロジェクトにこのリーンシグマが使えますし、特に改善プロジェクトであれば確実に結果が出せます。通常のリンシグマプロジェクトの流れを本当に大雑把に話すとこうなります。まず自分の会社、または自分の部署、もしくは自分の仕事の中から、どこの部署のどのプロセスが今回の改善プロジェクトの対象かを決めます。まあ最初から決まっていたらそこから始めてください。より対象プロセスを明確化するために、そのプロセスを図式化します。その時、我らのトヨタが開発した物と情報の流れ図が最適です。文字通り物と情報の流れだけでプロセスを表すんですが、細かくなりすぎずに全体像が見えます。そのプロセスの最終成果物の良し悪しを誰が決めるのか、その人が顧客になります。社内の人間になる時もありますし、そしてそのプロセスの良し悪しを決める一番大事な測定可能な数値項目は何かを決めます。これは自分にとってじゃないですね。当然顧客にとって一番大事ということです。英語で CTQ、 クリティカルトゥークオリティと言います。これ一番大事なポイントで、間違った測定項目を定めたら悲劇ですね。確実に失敗します。その定めた測定項目が最善になる理想のプロセスを図式化します。現状の図と理想の図にギャップがあるわけで、例の測定項目を常に見ながら理想の図に実際のプロセスを移行していき、その日常業務の責任者に引き渡したら、このリーンシグマプロジェクトの完了です。まあ、今回は大雑把ですいません。各段階で便利なツールもたくさんあるのですが、今後もっと詳しく話していきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。では。